よし、やっていきましょう。ルイージマンション。水、あれどうしたっけ？凍らして、鍵をゲットして、で、どうしようかなっていう状態ですね。あそこの鍵、そう、3階の鍵をゲットした状態で、ちょっと中断してたんですね。で、これあれっすよね。多分、デスルーラしてくれますよね。こっち行くと、キングテレサが待ち構えてて、エントランスに戻れると。いた！戻れないっす。あれ、1回だけのサービスか。残念。じゃあ、ちょっとダメージ食らっちゃったんですけど、そうっすね。じゃあどうしよっかな。ちょっとリセットルーラーします。で、一旦中断っていうかスタート画面に戻って再開をするとここに戻ってくるんで、屋敷に行くと。で、これで3階に行けばよかろうではないですか。 OKOK で回復が欲しいんだな。ないっすか？ないか。うん、都合よくなかなかすぐに回復させてくれるっていうことはないんですけど、この辺とかあるでしょ。来た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 、助かる。相変わらずね、出てくる基準はよくわかんないんですけど。で、3階に、3階のなんか右奥の部屋が行けるようになったみたいなんで行きましょう。右奥っていうか何でしたっけ、あそこ。なんか、バルコニーの手前の部屋って感じですよね。で、この辺は、まあ、行けるようになってて、もう攻略済みと。で、こっからまた暗くなるんで、まずはコウモリに注意をしていますね。OK。で、こいつらもうスルーしてもいっか。いいね。バイバイと。で、抜けていって、抜けていって、で、ここの右ですね。これか。OK。で、鍵を開いて、何の部屋？お？あ、アトリエ。なんかあの、絵がどうのこうのっていう。お、君かね？我が作品たちの。なん、読めなかった。ごめん。ちょっと待って。急にぶった切られちゃった。お、画家。命を吹き込んだ絵の偉大さが理解できるのだ。よし。一つ私が手ほどきをしてやろう。あ、お、このお化けたちから攻略してこいと。あれですね、あのお化け絵になるマシーンの反対バージョンで、絵のお化けを作って、で生命にしてしまうと結構手強いお化けですね。ほんならで、また、3匹出てきて、回復消えたんですけど。マジか。ちょっと待てよ、今せっかく回復したかったんですけど、移して、ん、ちょっと待った、一旦消しとくか。で、正面からは出てこないって言ってたんで、これで1体はまず始末できそう。 OK。 で、残りのお化けたちも、あー、1体だけか。で、1体消えちゃった。で、その間に1体出てくるんで、おっ、吸えなかった。で、よそ見をして、吸い込むと。で、ちょっとパンチされそうなんで、一旦振り切ってから、もう一体始末して、で、これで1対1の怠慢なんで、吸ってしまって、OK と。で、次。あー、こいつ強いねんな。ドッスンしてくるから。なんか、あの、マッチョの銅像があるんですけど、あいつとかも、なんか見覚えあるんですけど、動いたりしないですよね。大丈夫？これあれか、ボスラッシュみたいな感じで、今までの敵全部と戦うみたいな、そんな感じなんではないですか、もしかして。それやと結構、ちょっと、やばいような気がします。だいぶ長期戦みたいな。テレサ、あの、ジャンボテレサだけはとにかく、やめてほしいんですけど、まずは一体吸い込んでいく。で、このドッスンが、結構、まあ今で近づかれちゃうと、結構、ダメージ持ってかれるんで、消して、で、一匹消して、あ、タイミングをずらしたがうまくいかなかった。お、何雑魚に苦戦してんだよっていう感じはするんですけど、なんとか一体捕まえたが、もう一体出てきて、これドッスンされそうなんで一旦離して、今度こっちの相手をしましょうか。
まあ2対1はできるだけ避けたいんで、もう分散させながら吸ってしまって、で回復が出てきたあれを吸いたいが取れないか。じゃあちょっと消えてもらって、消えちゃったなハートも。じゃあ吸えない、もうちょいもうちょい、今おあー OK じゃない。吸い込みのタイミングがこれなんでなんですかね。なんか距離とかが絶妙に合ってないんですかね。吸い込みを出すのが遅いとか。 OK、 すぐに吸い込んでしまって、でこれでもう1体も対象で、次はあーなるほどね、リアシュータイプのお化けか。こいつはでもそんなにですよね。あーでも結構暴れるんですね、吸い込んでる間なんで、なかなかちょっと吸い込めないと。でそうしてるうちに、あーっと数を減らしてから吸おうと思ったんですけど、今まあでもまとめて吸えるなら吸ってしまいたいが、 OKOKOK、 まずは一滴始末するが、そろそろ近づいてくるんで、ちょこうなるとちょっとしんどいなっていう感じはするんで、一旦ちょっと帰ってもらって、おっと消えた。片方が HP6 やったらもう吸ってしまえばいいが、20の方が吸い切れるか、いけそういけそう、 OK で、すぐに対応して、こっちも空いて、ただ HP が今もう52まで来てるんで、ちょっとこのペースでいくと苦しいかもしれない。ボスとかが出てきだすとちょっとやばいかも。あ、で、あのお面は別に吸い切る必要はないんですね。そうやったんや。で一旦吸ってしまって、で1体は消えてもらって、その間にもう1体を処理する。でハートが出なくなってきちゃったんで、本当にもう食らわないようにしないといけないのか。序盤のサービスかあれは。で吸い込んでお面を取って、あれ角度が合ってなかった、高さがちょっと上向きで上昇志向が前に出てしまったが、これで吸い込んで、よし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 、ノーダメでなんとか対象で、バナナのお化けが出てきたんですけど、ハートを取りたい、ハートを取りたいが、 OKOKOK、 これでかい。バナナ撒き散らすのやめてください。撒き散らされるぐらいやったら、追い返して、まあバナナを捨てさせないと。一体ずつ攻めて処理したいが、タイミングが合ってないのか。でっていうかあれですよね、遠いと確かこいつはなんかダメやったかなっていう感じがするんで、今結構近かったような気がするんですけど、ちょっと来た、もう一体来た。で吸い込んでしまって、これ当てっぱなしでも結構あれなんですね、そのびっくりしっぱなしになってくれるんですね。でバナナを好き勝手に巻かれてしまったんで、ちょっと回収しておき、痛いです。でこいつはもう吸い込んでしまうか、ただバナナを巻かれてるんで、こっち OK で、あと1体、あと1体なんで、まあまあまあ安全になんとか、それ踏んじゃダメよ、踏んじゃダメ。おっと、でこれ照らしっぱなしにするとどうなる、消えちゃうか、すぐに消えちゃうか。なんでさっき出っぱなしになったんでしょうね。まあこのまま吸えちゃうので、なんとかでもあれですね、52からはちょっと回復して、今62でハートが出てきた。これを取りたいが、この召喚の間、ハートが完全に裏に回っていたと。そうもう取らせませんよの意思がちょっと見えてしまって、手強いが、これ結構でもあれですね、1体だけやったら別になんかもう、なるほどね、これはもうじゃあ爆弾は見過ごして、消えちゃった。こいつどうすんのやろうな、食らわずに。なんか複数体いると、うわぁ、びっくりさせられちゃう。ああなるほどね、もう今のやつは HP がもうゼロなんで、もうびっくりさせてすぐに吸い込んでしまうと。なるほどね。で、ハートが結構出してくれるんで、結構このお化けで食らう前提なんでしょうか、たまたまかな、それか。よし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 、でこれはもう爆弾は無視して吸い込んじゃうと。で体力満タンなんで、でおやっぱりあるか、ボスじゃないんかな、ボスだけ、ボスじゃなくて雑魚だけなんかな。
私の作品たちが。だが私がいなくなっても作品たちは残るじゃろう。ん？どういうこと？そう、芸術は永遠じゃ。つまりボス戦が始まると作品がもう一枚も残ってないじゃと。あらら？あらららゴッホッホゴッホ何？むせたんかな。おおお、びっくりしとるもうじゃああれですね、あのザコラッシュが終わったらもうこのお化けゴッホなのかな、なんか吸うだけっていう感じになったの。オッケーかオッケー、よし。あ、でそのお化けだけじゃなくて宝箱も実物になると。すごい能力で、鍵が出た。あ、宝箱じゃなくて中身。お、これ新しいエリアの鍵やったりするんですかね。お、あそこか、キングテレサ。ほう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 。でさっきあれですよね、キングテレサ出てこずになんかあの普通にトゲに刺さったんで、もしかしていけるようになったんかな。お、テレッと来た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 。とりあえずまあいけるテレサは吸っちゃいたいが、すぐに廊下に出て吸い寄せ吸い寄せスーパー吸い寄せタイム、あーっと戻って。ただこの部屋は結構あの戦いやすいんで、まだまだこの部屋にいてくれる分には助かるが、おーおーおー、痛い、ぶつかられた。でそっちに逃げていったんで追いかけてまた吸い込みましょう。でおっと、でまた道を開けて下にずれると OK ですぐに戻るまあまあ廊下に出た場合はもう戻るの待ちっていう感じで良さそうですね。でこれで終わるかな。いけ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 、オッケー、なんとか、あと5匹オッケー。ふ、であとはどこにいてるか。キングテレサが実はもうあと5体やったりして、うんよくやったルイジ君で、またヒントくれるんか。いいことを教えてやるぞい。テレサ以外のお化けは、あ、見てる方向からは出てこないから、なんかその横とかから出てくるから、まあよそ見して照らすよと、そういう感じなんですよね。よし、で、地下の鍵を手に入れたんで、そっちですね、そこに行きたいなっていう感じなんですけど、鏡あったかな。こっちの部屋にありましたっけ。ここの扉はフェイクまあそうやすやすと通してはくれ。ああ、そう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 部屋間違えたか。あ、なるほどね。ああなるほど、あの甲冑の部屋はあの外出て渡ったところかまんまとはめられてしまったんですけど、一旦ちょっとじゃあ通路通って帰りますか。ちなみになんですけど、あのジャンボテレサ戦この辺吸ってるとハートが出てきたんですけど、あ、毎回大きいハートここ出てくるんですかねなんか都度出てくるんやったらもう回復しながら戦うことができそうなんで、いいポイントを見つけちゃったかもしれないですね。あそこデカハートありますよ皆さんあの実況動画だけでなくもう攻略動画っぽいね感じを出していくんですけど、でまあ言うてる間に地下に、でまあ結構ねその明るいと移動速度速いんですかね。なんか真っ暗な中でまあ吸い込みながらはそんなに速くないけど、特にあの何もアクションしない状態で走ると結構速いんで、言うてる間にも地下まで来ちゃったんで、まあこのままで、こっちですよね。またおテレサの反応がある。ちょっとこの辺土を吸っておかないと、砂をね。あ、え、ちょっと待った。おわー、そっちに逃げられちゃうと無理なんですよあ、優しい優しい優しいことなかった。消えていった。廊下に出たんですね。じゃあこれでも廊下とここの部屋を行き来されるとちょっとしんどいかもしれないですね。ちょっとやそっとじゃ捕まえれないかもしれない。なんでできれば右の部屋は避けて、あちょっとあのそっちに戻られちゃうと苦しいんですけど、いっぺんちょっと鍵試してみますか、せっかくなんで。でもなんとなくあと5匹捕まえないと進まないような気がするんですよ。ここ、力が解き放たれる。で、これがクローバーかな。土
スペードか、スペードですね。スペードマークの扉があって開くと、お、なんかライオンっぽい取っ手になってるような気がするんですけど、入れちゃっていいの？え、いいんですかこれ。あ、ライオンの顔みたいな。おお、あ、出た、キングテレサさん、チッス、あー、マリオさん、なんだこれは。言葉にならない驚きをルイージが示してて、でその間にちょっと周りをあのトラップ、これは完全にトラップ。